よし、お出かけ行ってきます。あれ、最近バッテリー変えたのにエンジンかからない。でもそんな時もお任せ。実は鍵の電池がなくても車はエンジンをかけることができるんです。その方法はといいますと、このトヨタマークを車のスタートスイッチのところに当ててあげて、ブレーキを踏みながら一緒に押し込むことでエンジンをかけることができます。ただし鍵の電池の交換はお早めに。